じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、と、まさにほやほやですけれども、はい、阪神と日本ハムの練習試合が12球団で、はい、一番早い対外試合だったよね。はい、さあどうですか、見た感想というか。まずどっちから聞きたい。まずはやっぱり日本ハムから、ね、新庄新監督がどういう布陣で来るのか。ビッグボスね。はい、いや最初からもう本当に采配を振るってくるかなと思うと、うん、最後を振るったのはポジショニングのところだよね、はい、まあ、例えばショートに磯畑入れて、はい、サードに万波入れてみたいな、でワンボールがファーストとか、まあ、いろいろこう外野手を内野手に持ってきて、うん、内野を外野に持ってってたよね。野村とかをレフトに回したりとか、はい、この意図というのは、うん、やっぱそのポジションの気持ちだとかを分かってほしい。だから連携プレーをするときにここに投げたら取りやすいとか投げやすいとか、うん、そういうのを実際の試合で体験してほしいと。なんていうの、そのポジションの持つプレッシャーだとか、うん、だからこうどういうふうに考えてやらなきゃいけないかとか、うん、いろんなことを感じてほしいって思わせる布陣だったよね。なるほど、だから今日のこのポジションが正ポジションじゃなくて、じゃなくて気持ちを分からせるためのっていうことも考えてた、うん、だから紅白戦ではなんかちょっと遊びになってしまうところを、やっぱ相手阪神っていうところ、あの違うユニフォームを着ているところでそれを試したかった。それなりに緊張感も持つしね、相手が違うチームだとね、うん、だからそういうことの狙いもあっただろうし、はい、またあの打順にしてみれば磯畑を4番に入れたいだろう。そうなんですよね、やっぱ4番に入れるということは、はい、おそらく彼自身野球をやってて、まあ、小さい頃に4番を打ったことはあるかもわからないけど、うん、ある程度の野球ができてきてからはほとんど1番だと思うんだよね。でなぜ4番を打たしたかというと、自分が1番で出た時に、ね、その4番はどういう気持ちで打席に立つんだとか、そういうものをやっぱ感じてほしかったんだと思う。だからすごく俺はそれだけでもいい試合だったというふうに感じるよね。でも立ち上がり3点取ったりとか。そうなんですよね、うん、あと豊さんがその守備の面ですごく新庄監督のなんか教えてたものが、まあ、強かった頃の日本ハムが出たようなシーンが、はい、昔日本ハムを見てた時に、強い日本ハムを見てた時に、はい、まあ、印象に残ってるのは、うん、レフト飛距離、センター新庄、ライト稲葉、はい、この3人がコールとともに全力疾走で守備位置行くんだよね。あれを俺見たかったんだよ、見たいと思ってたわけで、試合始まる、はい、日本ハムの選手がポジションに散る、壮観だったし、なんかすごく隙がないように見えてた。で今日センター細川が入ってた、はい、でツーアウトでセンターフライを打ち上げたんだよね、阪神の選手が。それを回り込んでしっかり取ってカットマンに投げて、それでしっかり投げて、はい、胸に投げて、それでチェンジなの。普通こうやってああ取れると思ってパッとこう取って、うん、そのままボールを持ってファーンと投げて、はい、チェンジかなと思ったら、しっかりそのボールでも回り込んで取ってカットマンにしっかり投げて、それでチェンジだった、はい、だからああいう姿を見てるとね、やっぱ新庄イズム、はい、これは注入されつつあるなっていう。もうあの全力でって、いやだからね、無駄にしないんだよ、うん、その一つのボール一つのプレーを、うん、やっぱ流してもいいんだよ、ツーアウトだから取ったら終わりだから。だけどワンアウトとかノーアウトで投げなきゃいけない時ってあるよね、はい、その時の練習のために、その時に備えるためにそういうことをやってるという姿が見れて、はい、あこれは確実にそういうことをやってると大きな力にしていくだろうなっていう、そういう考えとか、はい、そういう一つの打球を無駄にしないということがね、だからあいい練習試合やってんなっていうふうには俺は思う。なんかその新庄監督の新庄イズムがちょっと垣間見れたと、ね、っていうシーンだったり、試合だったなっていう。だからそれはやっぱりこうずっと野球に携わってきてると無駄にしてた一球かもわかんないよね、うん、でもそれを最後までツーアウトだけどもノーアウトワンアウトのようなシチュエーションでプレーをして終わっとくっていうのは、俺はやっぱりああいいところに目をつけたなって、いいところに気づきがあるんだなっていうふうに思ったね、うん、さあ一方で、はい、阪神ですけれどもどうでしょう。阪神は順調だね、はい、順調ですか。まあ、及川が今年先発でね、はい、どういう立ち上がりを見せてくれるかなと思ったら、はい、ちょっと先頭バッターにパーンと打たれて、あとフォアボールだったりとか、でピンチを迎えて、それを切り抜けることはできなかったけども、はい、これはまだね、
最初の登板ということで、うん、もう全然微調整も効くし、はい、まあ、これから投げ込んでいったらもっと球も力出てくるだろうから、だからまあそんなに心配はないんだけども、はい、サトテルがいいわ。今日もね、ヒット打ちましたしね。いいね。それもその日、うん、ボールを引きつけて流してね。で最後の打席っていうか3打席目かな、はい、ちょっと引っ張りにかかって三振してたり、うん、はい、やっぱり引っ張りにかかるとポイントある程度前に出すから、ちょっと相手の術中にはまるというか、まあ、その時は左ピッチャーだったんだけどね。だけどその前の2打席っていうのはボールを引きつけて反対方向に打ててるから、うん、またそれに戻せば打てる確率は高くなる。だから非常に順調に来てるというか、ね、うん、まあ、それと、大山、はい、大山もホームラン打ったよね、今日ね。出ました、うん、まあ、気持ちのいいホームランだったんだけど、うん、まだドアスイングだね、うん、ドアスイングっていうのはこうなんかこう無理やり引っ掛けて打ってるという、はい、あれがインサイドからこう出てって引っ張れてるんだったら仕上がったって言えるんだけど、うん、まだそこら辺の調整は効くけども、調整の段階でホームランが出てるっていうことは、うん、大山もいい状態で、うん、来てるということは言えると思うんだよね、うんうん。あとはね、やっぱ阪神の守備、ツーアウトランナー1、2塁になってて、まあ、センターにね、島田が前の打球ね、はい、これ両手で行ってボールを弾いてるんだよ。シングルハンドで行っとけば、俺ショートバウンドで取れて、多分日本ハムのサードコーチは回してなかったと思う、セカンドランナーね。決めてた。で両手で行って、やっぱこう可動域が狭くなった分だけボールを弾いて、はい、点になっちゃったんだよね。はい、だからこういうこうちっちゃなシングルハンドで行くのか、うん、両手で行くのか、まあここら辺の判断の仕方、これによってやっぱり1点を防げたり防げなかったりするから、うん、だからそこら辺をやっぱこう徹底的にやってほしいよね、うん、優勝するために。いわゆるあれはその丁寧に行くがあまりのっていうことなんだ。まあ経験値だろうね、うん、あれが近本が守ってて同じ打球だったら俺近本は両手で行かなかったと思う、うん、だからやっぱ経験値があっても経験値がなくても、こういうシチュエーションの時はこういうプレーをしてもいいんだとか、ね、シングルハンドで行って弾いたりだとか、後ろに反らしてももう仕方ないんだっていうぐらい居直ってほしいよね。なんかやっぱミスをしたくないっていうばっかりに両手で行くっていうプレーは決して丁寧なプレーではないから、チームを救うプレーじゃないから、だからそこら辺は履き違えないでいてほしいなっていう。だからそういうミーティングもしてほしいしね、阪神には。そうですね、この試合終わった後にっていう、うん、ただ相対的には、はい、両チームともやっぱ順調なキャンプを送ってるよね、うん、いわゆる、まあ、2クール目の途中なんですけれども、うん、それでこういうふうな感じでできてるっていうのはまあまあいい感じできてる。それを見るのは、はい、やっぱベテランを見ると一番分かるんだよ。若手はね当然やるんだよ、はい、でも糸井が出てきてレフト前ヒット打つしさ、日本ハムの中島拓也がやっぱこう途中からパッと出てきてるし、だから非常にいい雰囲気でキャンプを送ってるんだろうなっていうのが、それを見ただけでも分かるよ、ね、うん、だから今年の日本ハム、阪神はもう当然期待ができると思うよね。というわけで今日は今日の試合のまさに練習試合、まあ、そうだね、はい、あとはやっぱこうふるいにこれからかけられていくからね。そうですね、どういう選手が残るのか、はい、どういう選手が落ちていくか、江越がアッパースイングはこのままいけるのか、ね、そうですね、もう今日はずっと生配信をねやりながら坂本おじさんじゃなくて江越おじさんになってましたから。いや江越おじさんにもなっちゃうよね、うん、あれだけ身体能力が高い選手だから、はい、だから江越頑張れと、ね、バットに当てろと。なんか今シーズンはなんか、うん、今日のエゴシ選手とか今日のエゴシっていうのを毎日配信してほしいぐらいです。ヒゲ生やしてる場合じゃないんだよ。どうしてかっこいいんですけどね。本当に変なおじさんになっちゃうよってバットに当たんなかったら、ね、でも素晴らしい選手なので、いや本当に身体能力高いんで期待してます、はい、ね、はい。